どうもー、ララノンでーす。異世界転生向けた集まる動物の森やっていこうと思います。本日もチョコミント金曜日。待って、夜更けさんが来てる。嬉しい。はい、本日もチョコミントやってまいりました。きっとね、その橋ができてると思うんで、まず橋を見てこようかな。レッツゴー。ちなみに動画外でね、ちょっとね、向こう側の方も雑草とかは綺麗に取り切りました。橋は、あーれ、橋、ちょ、天心、橋できたよ。釣れないんだ、頑張れ天心。橋ができたよ天心。橋ができましたよみたいなあれはなかった。そして今私が一番気になってるのはエイブルシスターズが来てたので、そこ行こうかな。エイブルシスターズは店の名前か。キヌヨさんだね。前回の動画でずっと名前間違ってたんですけど、キヌヨさんでした。キヌヨさんの服も買いたいから、お金少し作ろうか。あ、そこそこです。いいねいいね、3万までいった。で、今あるここのものも買い取るんで、買い取らせてください。よし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 、これも欲しい。糸紡ぎ機みたいな、糸車だったわ。後ろにある、あー、これ裁縫セットだよね。いいね。ちょっと私、実はハンドメイドが、ま、趣味でして、今はアクセサリー作りをしてるんだけど、もともと結構布物とかも作ってた。財布とかバッグとか。よし、キヌヨさん買いに来たよ。なんか可愛い服ある。いらっしゃいませ。この間お店で、そう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 、キヌヨさん、ごめんね、ずっと名前間違ってて、なんて呼んでたかも忘れたけど、お店出してほしい。うん、見ます。おう。なんとも言えない服だったぜ、ベベ。ワークエプロンちょっと欲しいな。メガネは私かけてないけど、伊達メガネが欲しいっちゃ欲しい。お気に？いいかな。いいかなとか言って。よーし、ちょっととりあえず洋服着替えます。あ、なんかこれはこれでありかも。私めっちゃ作る人感出て好きかもしれない。ちょっと家の中も少しレイアウトしたいんで、いろいろ作ってレイアウトしていこうと思います。まあこんなもんですかね。自分の夢を反映した作業スペース、糸も自分から作ります。これで旗織り機やったらもう最強じゃない。布も作れちゃう。まだベッドもアウトドアなベッドしかないです。ちょっと洗濯物もかけてるけど、洗濯機はないから多分手洗いだね。で、ウォーターサーバーあるのにキッチンもないから物もかけてるだけ。まあ、これからまたどんどん増やしていこうと思います。次進めるために、とりあえずタヌキチと話してこようか。タヌキチ、橋ができたよー。やっほー、タヌキチ。橋ができたみたい。どうもどうも。そうそう、待望の橋。ハウジングキット3つ持っていってほしいだなもん。うん。3軒分の土地を、ああ、はい。設置した後に現地で確認してちょうだいね。っていうか、誰来るんだろう。次、引っ越してくる住人がめちゃくちゃ楽しみじゃない？で、私はまず DIY で何を作るかをチェックしようか。あーはー。物欲しい。椅子、はしご。ああ、いいな。私よりいいベッド持ってるじゃん。バルタのスツール。この辺を全部作れと。じゃ、木材が多分足りないよね。ここにもう二人住んでるから、違うとこにしよっか。どう？この池の前なんて素敵じゃない？どれぐらいのスペースが必要だっけね、家建てるのに。でもここいい気がするな。オッケー。多分そのうちまた変えることになるとは思うんで、まあ、簡単に考えていきましょう。空振り空振り。あ、お金が。見えてる。金のなる木。ナイス金。いいね、いいね、いいね。お金いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。あ、いいね、いいね、いいね。ここにします。オッケー。オッケー。なんか、家、待って待って。家の感じじゃなくて、建設予定地っていう枠組みで行くのね。スマホが鳴っている。もしもし、はい。いい感じだな、もう。一軒見つけたよ。予定地の前に置いてあるボックスを確認してちょうだいね。わかった。屋外用の家具は直接お家の周りにいい感じに飾ってほしい。
3件分すべての予定地を見つけて、家具もそれ終わったら案内所へ報告しに戻ってきてちょうだい。私よく考えたらさ、前の島こういうの全然進めてないのかもしれない。子供たちがもう進めていたのかも。そんな気がする。全然やった記憶ないもんだって。新鮮な気持ちでできてます。なので新鮮な気持ちっておかしいけど、初見みたいな。操作方法は分かってる初見プレイみたいな感じ。よし、なんか落ちてる。誰か落とし物だよ。とりあえず鉄鉱石とかもなんかさっき見た感じ、あ、壊しちゃった。忘れてた、今モモパワーを持っていることを忘れていた。普通にぶったたいちゃった。1軒目、どっちみちね、ここ意外と土地が少ないのよ。この辺切り開いて建てるしかないのよ。もう私今上に上がれないからさ、ここ行けんじゃない。川の目の前、川の目の前。もう家の窓から釣りができる。あ、楽しそう。それはそれで楽しそう。まあ、ありっちゃありかもしれん。いいんじゃない、ここ立ちそうだよ。ここにしよっか。もう1軒目、いいじゃん、ぴったり。ここに決めちゃう。スマホが鳴っている。あ、ララノンさん、僕だけど何度もごめんね。一つ言い忘れてたことがあっただの。今回用意してもらいたい家具の中にお花で作るリースもあるんだけど。うん、お花ならチョコミントの崖の上にたくさん咲いてるから、必要なら登って積んでくるといいだなも。あ、ありがとうありがとう。あった、そういえばはしご。あ、いけんじゃん。引き続きよろしく。ってことは崖の上に行けんじゃん。これで私崖の上に行けるようになった。崖の上のポニョができるようになった。どういうこと。とりあえずはしご、はしごは作る。はしごとお乳でいたのなんだっけ。ちゃんと見てから作った方がいいかもね。そうしよっか。とりあえず今はしごを作って、崖の上のポニョできるようになったんで登っていこうと思います。ポニョポニョポニョ魚の子、青い海からやってきた。わあ、雑草畑状態。雑草取ろう。お花はいっぱい咲いてる。確かに。あ、そっか、頭だけ取るからお花って下から取らない限りはさ、なくならないんだっけ。マジ、なんかこの島すごい陸の孤島がいっぱいできてる。逆にでもこの地形を生かした島作りをしたいよね。あー、でもここじゃちょっと狭くて家建たないかもしれない。もう一個上上がってみる。あ、ここなら建つよ家きっと。よし、今ね人が来るんで雑草もきれいにしといてあげましょう。やっぱ新しい島民のためにもね、島のなんて言えばいいの、島を衛生的にじゃなくて、なんて言えばいいの島の美化、美化、美化もちゃん、美化委員みたいな、なんて言えばいいんだろうね。忘れちゃった。環境もね、しっかり整えていこうと思います。もう何言っていいか分かんなくなっちゃった。木は勝手に切ってくれるってことかな？ぽいな。ここで。よし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 。室内、木製シングルベッド、チェア、陶器のジャグ。ジャグって何？丸太のガーデンベッド、丸太手押しポンプ、オッケー。まあなんかおのおの欲しいものがあるようなんで、なんとなく覚えて、なんとなく作っていきましょう。1号は桃のびっくり箱、桃の血や亀、も、亀亀。桃が欲しいのね。なんとなく、石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 、物欲しい、オッケー。積み木、積み木、ゆり。アイアン、アイアン、巣箱、オッケー。なんとなく覚えた。と思う。あ、落とし物忘れてたじゃん。落とし物、あ、ねえ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 。天心。うち、島民2人しかいないからさ。おお、2分の1を外したぜ。2分の1を、1じゃないや、1を外した。ジェシカどこ？ジェシカ、ジェシカ、手帳落とさなかった？そう、落ちてたよ。この辺にポイって。どんなノート？ちなみに。あ、ありがとう、俺、嬉しい。漢字 T シャツちょっとそれはそれでちょっと気になる。ちょっと着てみるね。森ってごめん、ちょっと下が捨ててこうなっちゃうから今は着ないけど、これはこれで好きかも。木材があと1個足りないのか。この辺も必要。で、物干しロープも必要って言ってたから、これも作っちゃおう。丸太欲しいって言ってたよね、多分ね。積み木のなんかコンポとこれが欲しいって言われた気がする。丸太違ったっけ？あれ全然覚えてないじゃん。びっくり。アイアンもね、聞いたじゃないや。アイアンも言ってた。
アイアンを2つと、よし、ちょっと一回終わりにして、とりあえずちょっと持ち物が多すぎてやばいから置いてくる。なんか桃のな家具をさ、桃のな家具桃の家具もお願いみたいな感じだったから、桃はちょっと集めていこう。ほら、アイアン、あ、アイアンは、そっか、アイアンガーデンとチェアテーブルは勝手に置けって言われたんだ。あー、いいいい、ちょっと日陰になる位置でくつろぐの。でもその向きだと家しか見えない。あー、いいかも、あ、いいかも、いいかも、いい感じ、いい感じ。じゃあこれ、外はこれで、屋外が物干しロープね。 OK、 物干しロープは作ったから、洗濯するならこっちかな、水辺の前に洗濯もね。こう、これでどう、あ、いいんじゃない。作れるものあるかな、ないな。石、あ、石作れる。あとは桃も作っちゃおう。桃が2つに干し草のベッドかも。え、わかんない。あとびっくり箱ね。で、ここはやっぱせっかく池の前にしたんで、池の前でくつろごうよ。よいしょ、ここで、こう、池の前でくつろぐスペースいいじゃん。で、まあここで釣りしながら、ふぅ、魚まだかなっつってここで待つの。あ、いいじゃん、いいじゃん、オッケーオッケー。カメって何、カメって、カメを持ってくるの。カメってどこにいるの、カメマジわかんない。カメ、池で泳いでる。カメ、カメって家具じゃなくない。カメある、カメ、カメ、あ、これなんか必要って言われてた気がする。カメかな、カメじゃなくて、カメじゃん違えた、カメじゃないじゃん、カメじゃん。素材集めてきたんで、ここからまた家具作っていこうと思います。次こそ覚えたはずなんだ。手押しポンプ、カメじゃなくてカメでしょ。と、陶器のジャグ、あ、積み木のおもちゃを作らなきゃダメか。積み木のおもちゃをまずから、積み木のテーブル、積み木の梱包。柔らかい木材が足りない。木はまだ多分持てるから切っちゃおう。ここら辺いらないね。壊れましたこう壊れました。よし、ここはできた。家具を提出する。え、積み木もう、あ、作れる。え、コンポを作った。あと、違う違う、積み木のコンポが作れてないんだ。丸太のスツール、なんか丸太系だった気がする。多分この辺かな。木製チェアとローテーブル。じゃあ丸太のガーデンベッドで。あ、ダメだったとりあえずこれで2号もできたから。2号、え、もうさ、このさ、家具を置く時点で来る人分かってる感じなんかな。ちょっと私そういうの全然分かんないからあれだけど、よし、これで揃った。実はもう、こう、クロートからしてみれば、あ、もうなんとか来るじゃんみたいな、分かったりするのかな。木製シングルベッド、木製チェア、陶器のジャグ、屋外用が丸太のベッドスツール手押しポンポッケ、家の前にポンプ、いやー、裏か前か、ここ座る、座ったり寝たりするのはここにしたいから。よし、残すところあと2つ。木製のシングルベッド、あー足りない。あー、これいいわ。ほら、海の横、すごい断崖絶壁だけどちょっと海の音を聞きながら寝れそうじゃない。寝返りしたら多分その真下に落ちるけどね。よし、これで木製シングルベッドをやって、オッケー、これで全部揃えました。そのうちそっち側に柵つけてあげよう。落ちるの怖いじゃんね。新しい住人3人がね、来るためのね、お家の用意ができました。はい、ということで、このまたね、すべて家具とかもね、3軒分揃えたので、明日には来てるのかな、新しい島民が来てくれてると思います。新しい島民楽しみだなって方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。